おーい、届けてきたよ、とか。で、お礼にね、これをもらっちゃった。もともと着てたのを、俺がもともと着てたのは派手なタータンの服で、新しくもらったのは黄色タータンの服か。黄色タータンの服。わー、タータンだね。これもらっちゃった。これいいね。ナールはセンスもいいな。おはよう。それで何か用があるんでしょ？チェキ？届けてきたよ。ご苦労様、チェキ。マールちゃんはどんな感じだった？ん？いや、喜んでたよ。バッチリ。そっか、よかった、チェキ。プレゼントした甲斐があったね。でもあれ安かったんだけどね。あ、毒づき始めた。そうなの。でも買ったやつなんだね。ゴミ捨て場で拾ったものじゃないだけマシだよ。ブーケにも何かあげたいんだけどな、俺から。ファッションデザイナーの、あ、グレースちゃんの話ばっかだね、みんなね。あの人高そうなスポーツカーに乗ってるけど、なぜかいつも汚れている。せっかくおしゃれな服に身を包んでるんだから、車ぐらいたまには磨けばいいのにね。グレースは今着てるわけじゃないのかな。服が流行ってるだけだよね、きっとね。どうやって会うんだろう。またグレースちゃんか。ばったり会っちゃったんだ。それはいいんだけど、あたいのファッションを見るのにボロクソに文句言って、お前もだけどな。ちょっと自信があったのにあそこまで言われちゃって、頭に来ちゃったわ。一体どこを見て評価してんのかしら、チェキ。服か、やっぱ。服が欲しいのかね。服を送ります。あの服しかないんだけど、今あげるとしたら。今度あたい、どら焼きを食べながらトラウマを語り合う。ブーケどら焼きクラブを作ろうと思う。俺楽しそうだなぁ。よかったら稲葉ちゃんも入らない？チェキ？入っていいの？いいよ。やったー、チェキ。それじゃあ稲葉ちゃん、どら焼き俺が作るんだ。キャハハハハ、冗談だってば、あたいも作れないし。ってダメじゃん。くそ。かわいいな。ブーケちゃんかわいいな。とりあえず枠を開けたいので、寄贈しよう。フータを起こす。マンモスの頭。おお、マンモスの頭ですね。足りないパーツが見つかって、早く完成した姿が見られるといいですね。あとね、T-Rex の尻尾。T-Rex の尻尾ですね。足りないパーツが見つかって、早く完成した姿が見られるといいですね。すでに寄贈したマンモスの頭をもう一回寄贈しようとするとどうなるの？いやいや、マンモスの頭はすでに寄贈されています。寄贈してくださったのは稲葉さん、あなたじゃないですか、ほほー。それにしてもいいですね、マンモスの頭。ほんと羨ましいですよ。お金さえあれば私が買い取らせてほしいですよ。ほんと化石の時だけ楽しそうだよね、ふーたね。まあせっかくですが、これお返しいたします。売るか。売れるのかね。タヌキチンとこ持っていくか。うーい。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ、ご自由に。おー！すごいの売ってる。なにこれ。それ、月面移動車！買える。結構ね、貝を売ってね、小銭を稼いでるので、それなりにベルも増えてると思うんですけど、これは欲しいなぁ。ちょっと待って。他のも見ていってだな、もう。6番玉の服も売ってる。もしかしてあいつ売ったんじゃねえだろうな、桜島。これどうしたの？ 6 番玉の服見ればわかるよ。340ベル。意外にするな。これは、世界に何個もあんの？ 6 番玉の服って。ダブって出てくることもあんのかな？くっそ、あいつめ。あ、釣り竿！釣り竿だ！これ買おう。500ベル。これを待ってたんだよ、君。買っちゃおう。よしよしよし。これでザリガニの刺身が食べたいというやつの要請にも応えられるかな。釣りができるようになった？浮きが水の中に入るようにうまくやってたもん。魚が餌に食いついて浮きが沈んだらすぐに A ボタン。素早くやらないと魚は餌を取って逃げちゃうから気をつけるんだもん。捕まえた魚はうちでも買い取るから持ってきて。ちょっと、魚釣りもチャレンジしてみたいね。あと売りたいのはマンモスの頭。売れる？おー！高い！高く売れる。いいよね、売ってね。
まあ、掘ればいっぱい出てくるからな、化石。売っちゃおう、売っちゃおう。お金を作る。あとは、ないかな。あと、便箋を買って、ファーウェイ博物館に送りつけよう。アゲハチをゲットした。蝶々のアイドル。売れるかな ?3000 ベルより高く売れるかね。それは難しいか。マンモスの化石の方が明らかに高いよな。完成していないとはいえ。じゃあ。あ。これでもいいんでしょ、どうせ。この、あとだけ書かれた手紙に化石をくくりつけ、送りつけると。ふぅ、これでスッキリしたね、持ち物が。お!待って。テントウムシいるね。テントウムシいるよね。ほっ!よし!ゲット!ブローチみたいで可愛い。これは、売れんのかな?先に寄贈か、テントウムシは。テントウムシが寄贈してくるとして、アゲハチョウを売るといくらになる?そんなに、そんなに高くないね。この、買い取ったアゲハチョウどうすんのかな、タヌキチはね。よーし、じゃあ、お!釣り行きますか。海釣りかな?見えない見えないんだけど。これで、魚の、もっと手前に、いよいよ!どう?どうどうどう?気づけ!気づけ!あ、来た来た!向かってきてないね。こうだ!どう?あ、ちょっと待って、難しくない?難しくないか。浮きが沈んだら引き上げればいいんでしょ?あ、でかいでかいでかい!よし!どう?やったー!釣ったぞー!味も良さそう!やったー!アジ!逃がすとかはないな。これも寄贈だよね。寄贈の対象ですよね。なるほど、ちょっと、川釣りもいけるぞ。うっ!やったー!バス!普通のバス!まあまあってとこ?普通のバスってのはどういうこと?普通じゃないバスがいるってことだよね。ボンがいる。お、ボン、魚見てんね。お前が見ている魚を俺が、フィッシュ!イエーイ!土壌っこ、お前が見てた土壌は釣ったぞ、俺が、ボン。ざまあみろ。ファー、おはよういな、ババ君。あと5分だけ寝かせて。みんな寝ぼけてるな。いつの間にそこに。もう9時だぞ。みんなバリバリ仕事してる時間だぞ。ところで何の用?ねえ、ママ。この語尾変えたいな。楽しいことない?君、土壌持ってるね。お!うわぁ、俺の土壌に興味津々だよ、ボンが。お願い。結構高い結構高いなぁ。え、レアなのかな、土壌って。寄贈まだしてないんだけど、まあ、でも710ベルか。いいなぁ。じゃあ、ボンと俺の仲だからな。特別に譲ってやろう。やったぁ!食うんだろうな。これで僕の魚拓コレクションがまた増えるよ。魚拓取った後返せよ。魚拓取るだけで710ベルじゃないの?譲ってしまった。また釣ればいいよね。ボン邪魔。ボン邪魔。お!ペシムチ。ペシムチ、なん、俺に目撃されたら、一目散に逃げ出したな。なんか悪いことしてたの?おはよう、稲葉くん。うひょー。そうだ、君の用事は何だっけ?特に用事はないんだが、ムー君と一緒に落とし穴作った。お前、もしかして、お前だったの、ペシミチ、お前だったのか。俺ははめたの。そしたら、ニコバン君が落っこち、ニコバンも被害をこむっている。ニコバン君、マジキレしちゃった。
ニコバンマジ切れさせるって相当だぞ、お前。でも落ちた時のニコバンが良かったな。うひょ最低だ。最低すぎるだろ、ペシミチとムー。ひどいな。俺とマールには絶対できないことだな。うひょーっつってたよ、あいつ。釣れた、釣れた。小さいバス、ザコとは呼ばないで。普通っていうのは、大きさのことなのかね。大きいバスとかもいるんだろうか。血は滝の下にいるのは、あれは主じゃないか。主、来い。うおっ、あ、逃げられた。逃げられたなぁ。やっぱ、物によって、釣り上げやすさとか、ありそうだけどね。あ、ちっちゃいのいる。これなんだ？ちっちゃいやつが意外にね、レアだったりすんだよね。見えない。やばい。見えない。見えない。お、釣れたよ、でも。なにこれ。これ！メダカ？まだ小学生だな。なんだそのコメント。でっかいやつ逃がしちゃったなぁ。お、いいんじゃん。邪魔だよ邪魔だよ。俺は釣りをしたくて、ちょっと邪魔なんだけどなぁ、ペシミチ。すげえ邪魔だなぁ。ほら、あ、くそ。ちょっとさ、ほんと邪魔。ほんと邪魔なんだけど。ペシミチ、せめて場所を入れ替わってくれ。頼む、そこを譲ってくれ。邪魔だよ。お、もう、稲葉くんはせっかちだなぁ、うひょう。見学になってんな。ちょっと、ほ、あんまり押しすぎると良くないのかね。しめしに嫌われてしまったか。でもいい。ちょっと、本当に。あ、うわぁ、稲葉くん。ちょっと近づきすぎじゃない？気のせいだろ。くそぉ。あ、これで自然に流れていって魚が食らいつくのを待つと。どうだ？やったー！釣れたー！カワマス、ますます元気。下ネタか。ペシミチごめんね、ごめん。君とは少し距離を、嫌われちゃった！嫌われちゃったよ。マスのために。ますます元気という親父ギャグを聞くために俺は、ペシミチとの友情を引き換えにしてしまったんだ。わーい。すごい釣れるぞ。濁い。これは鯉じゃない。すごい。もういっぱいだ。一回寄贈してきますか。まずはテントウムシかな。テントウムシだったらさ、ちょっと他の虫とは違うんじゃない？興味はどう？そのままでいいです。カゴから出さないで。全般的に苦手なんだな。テントウムシぐらいなら可愛いかなと思って触ってると、黄色っぽい汁、出るね。出てきたりするんですよね。ああ、気持ち悪い。全然張り合いないんだもんな。魚はどうよ、魚。まずは、メダカ。小物から渡していこう。ほほー、メダカですか。いやー、ちっちゃくて可愛いです。輝いてますね。では、大切に飼育させていただきますです。はい。まあ、普通ぐらいなんだろうな。恐竜の化石は大好きで、魚は普通で、虫は嫌いなんだろうね。仕事だからやってるって感じだよね、きっとね。小さいバス。おほー、小さいバスですか。どんなにありふれた魚でも貴重な資料ですから、大切に飼育させていただきます。小さいバスと普通のバスは判定は別？どう？おほー、普通のバスですか。釣れないときは不思議となかなか釣れない魚ですね。大切に育てますのでご安心ください。まあ、これぐらいの反応がね、一番いいのかもしれない。海の魚、アジ。ほほー、アジですか。アジはとても馴染み深いかもしれませんね。食卓に並ぶことも多い庶民的なお魚です。ま、私は食べませんが。お前何食ってんの？体の側面にゼイゴと呼ばれる硬い鱗があるのが特徴です。
大きな魚から身を守るために群れになって泳いでいるんですよね。では大切に育てさせていただきます。うん、豆知識も披露してくれるからいいよね、フータね。にごい。どんなにありふれた魚でも、あ、コメント同じだ。またはペシミチとの友情と引き換えにゲットしたカワマス。ほほー、カワマスですか。釣れないときはコメントかぶった。コメントのバリエーションが少ないぞ、フータ。味だけ。ピンポイントでアジの豆知識だけ知ってたんだろうな、フータはな。せっかく友情と引き換えにね、ゲットしたカワマスなのに。じゃあ、ペシミチとちょっと和解するために贈り物とかをね、してあげようか、特別に。マールはいる。マール、ペシミチと喧嘩しちゃった。おはようございます、にゃー。そうそう、何かご用ですか？なんだったっけ？ん？あー。リゾートなテーブルの話が、今後乗り続けるのか、マールとの会話に。あるかなー、リゾートの階段。階段じゃねえや。リゾートなテーブル。全然違うな、テーブルと階段。突然です。またそれ？右か左か好きな方を行ってみて。この間左って言って当たりって言ってもらえたんだけど、今回右で行ってみますか。右ですね。さあ、結果は当たり！やったー。お？ミミズク時計。時計か。ありがとう、マール。すごい、なんかもらってばっかりだね。マールにも何かあげたいけどね。ひなばばさんっていつ見ても元気そうですね。ますます元気だからね。あなたに会うとこっちまで元気を分けてもらえそうな気がします。いい子すぎる。マールいい子だな。マール派とブーケ派に分かれてるんだろうな、この村では。魚、魚っていうかね、俺はザリガニを釣りたいんだよね。これザリガニっぽくない？また見てる。またボンが見てる。俺は土壌かね。また魚拓にしたいとか言い出しそうな気がする。お！これなんだ？金魚。赤くても金魚。お？な？なんだ？皆さん、あ、お花見、お花見ね。そういえば4月5日はお花見するって言ってたね。あ、ボンが消えた。お花見どこでやんの？あ、あいつ。あいつはまだいる。おお！取ったー！やったー！ザリガニを釣り上げた！釣り糸切らないで。3日目にしてようやく、桜島さんの主食、ザリガニをゲットしたぞ。じゃあちょっと、贈呈に行きますか。マールの家だから。桜島ー。桜島ー。お散歩だ。桜島ももしかして花見に行ったのかな？ちなみに桜島んちの庭の池にはザリガニだ。やっぱザリガニだったんだ。2匹目だよ。一つじゃあ寄贈してもう一つ桜島にあげようか。おお、フナ、フナッコ、フナッコ。何フナッコ、フナッコって。ドジョッコ、ドジョッコみたいな。マールもここにいるね。いやー、魚が、魚影が見えると、もう絶対釣りたくなっちゃうね。おし、かかったぞ。これなんだ？グッピー。グッピーって釣れんの？グッピー釣れんの？っていうか、川にいんだね、グッピーね。すげえな、ずっぽり。水が綺麗だね。また一回寄贈しよう。金魚かな？おお、金魚ですか。フリフリクリクリしてて可愛いですね。お前、グッピーの時それ言うなよ、絶対に。じゃ、グッピー行く。グッピー、どう？ほほー、グッピーですか。いやー、ちっちゃくて可愛いです。輝いてます。あ、メダカと一緒だ。メダカと一緒か。やっぱ興味ないんだろうな、魚にもそんなにな。おお、フナですか。どんなにありふれた魚、もう、3回目だもん、それ。ザリガニ。ザリガニ持ってんね。ほほー、ザリガニですか。こいつに挟まれると、かなり痛いんですよね。
おう、コメント普通だな。刺身で食べるとうまいんですよねとか言ったらどうしようかと思った。どう展示されんの？うわー、これすごいね。ザリガニ、稲葉さん寄贈。ここには何もいない？あ、グッピーいんの？あ、いた、いたね。あー、すごいね。水族館みたいになってる。小さいバスか。ん？もっと読む。普通のバス、あー、普通のバスもいる。おー、金魚と、金魚と船か。やばそうじゃない？あ、カワマスか。カワマスもいるし、ニゴイもいるんだ。ここに金魚はまずいだろ。4匹ぶち込んだんだな。あー、こっちは海の魚ですかね。海の魚がいんのかな？アジ。アジしかいないからな。魚釣りは楽しいな。